ここ何年かのね、中国リーグのそのお金の使い方とか、いろんなことが大きく変わってると、我々も変えていかなきゃいけないとことか、もう一回こう見直さなきゃいけないところがあるのかなっていう、それが大きな狙いだね。昨日みたいにお客さん入ってればちょっとモチベーションあるけど、なかなかちょっと難しいな。特に地元のチームの方がなんとなくダメだね。暑さもあるんですか？暑さもあんだろうけど、まあモチベーションだろうな、一番はな。言ってたように、イミジクも言ってたけど、ほらやってないだとか順位関係ないとかさ、全然気にしてないって言うけど、結局やっぱそれじゃダメなんだよな。勝つか負けるかって、練習試合、ただの練習試合になっちゃって、こいつうまいなっていうのが何人かいて、あれ結構いいんじゃないって言ったら、オリンピックのキャプテンだって言ってたよ、 U23 だか。メンタルに出したらって言ったら、中国の考え方として、なんで他のクラブのやつを使って育てなきゃいけないんだって全く理解できないって言ってた。だけど選手って商品と同じで、旬の時逃したら腐っちまうよっていうか、ダメになっちゃうよっていう話をしたのね。そしたら、いや、その感覚がみんな、なんで他の選手をうちで鍛えてやるっていうのはないんだって。でもこれだけ1秒には使わないでしょ。4秒4秒4秒あるって言ってますよ。あるな、はい、ここ、まだ足らないそうです。あ、そうなの。公衆交代なんかはもう野望があってさ、それこそアジア一じゃねえとも世界一目指してるみたいなことが書いてあるからな。育成とかっていうよりもいい選手買ってきてもうドンとやるっていう感じなんじゃない、そういうところは。ただそれだけでもダメだから、ちゃんとそこをよく知ってる人をちゃんとこう置きたいっていう気持ちはあったようだったけどね。希望呢，以后有更多的机会，我们两国之间那个，特别是青少年的足球交流，也活动更加频繁，更多。我们是这样，我们的队伍去比赛，我们的文化课老师跟着去，然后这个白天可以把那个那个。でも育成ってすぐ結果が出ないじゃん。だからそういうとこじっくりこうやっていけるかっつったら、うん、それはまだ分かんないな。だからそういうところはむしろ日本人の指導者とか、そういう人に来てもらって、しっかり見てもらいたいんだっていうようなコメントをやってみてしてたの、ね。